さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の26日、この間のサウジカップと、まあ、それ以外の、まあ、サウジアラビアで行われていた G3 のレース含めてなんですけども、まあ、最終的にまあ、その賞金額が本当だとするのであればなんですけども、そのサウジカップという一番賞金額が高いとされているそのレースで、まあ結果は最終的に2着であったと。多分あの先頭に立った瞬間、そのまあ馬主の方も調教師の方も騎手の方も勝てるんじゃないかなと思ったと思うんですよ。だけども最終的にゴール前で、他の馬に、1着を、差し切られていると、まあ、追い越されているということですね。だからエネルギーの残存量問題だと思いますよ、原因は。だから各他のレースもそうなんですけども、世界中一つのレースに出れる国際戦の、馬は各国で1頭だけにした方がいいでしょうね。もうエネルギーの残存量問題で物事固めた方がいいと思いますよ。以上です。これが、今回の、競馬界の皆様へのメッセージです。エネルギーの残存量はまだ分かっていらっしゃらない方いらっしゃいます。 JA の職員の方たち含めて全員が知っておかなきゃダメですよ。僕が若い頃、要するに20歳ぐらいの頃が、石油の採掘、技術的採掘可能埋蔵量が69年分、で、2011年のデータが残り59年分、2022年のデータが残り54年分です。一応、まあ、先延ばしはある程度はできてますけども、自動車の生産台数が毎年増えてるんですよ。昨年なんか8500万台以上の生産を世界中でしてしまってるんですよ。その2年前が770万台ぐらい。じゃあ7700万台。昨年の自動車の、生産台数が8500万台で、2年前、2021年ですかね、それぐらいの年の、データが7700万台ほど、まあ、大体なんですけども、それは僕のホームページ、淡井圭介の力の90番の皇室へのメッセージへのところへアクセスしてもらったら、そこから、自動車の生産台数のところをアクセスできるようにしています。で、それを見てもらったときにエネルギーの消費の拡大がずっと続いてしまっていると。そこを皆様で、理解していただきたいと。すべての業界がエネルギーの残存量問題に対して対応しなければならない。少しでも節約しなければならない。そういう努力を、見せなければならないということになります。もうすべてのスポーツ業界はそうですし、もうオリンピックなんかいらないと私はしっかりと公言しています。そもそものところで言うと、オリンピックなんかを開催したから日本中で、世界中でスタジアムをたくさん作りすぎたと。これは体育館も含めて同じです。あるのに余分に作ってる。ということで、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。生き残る方が絶対優先順位上ですから。国際司法裁判所に自分がかけられたって考えたら分かりますよ。していいことと悪いことはね。だから昔村上ファンドの村上さんがお金稼ぎは悪いことですかっていうことを開き直って言ってましたけど、捕まってたでしょ。あの時の事件のその内容とかも、その最終的な結論って何に直結するかって言ったら、エネルギーの残存量問題でもあると私は思ってますけど、その今の株高に関してもそうですけど、結局それを売って誰かが、買うのであればっていうことを考えるとっていうことですね。だから場合によっては
まあ、どちらにしてもやっぱり難しい話ですよね。お金が世の中に出回って、結局エネルギーの残存量問題を一般人の人たちも覚えなければならないし、自動車の生産業の人たちも覚えて、自主的に生産量を100分の1まで、下げなきゃならない。世界中に出回った車が15億台ですから、まあ、8500万台ほど生産された昨年の、車も10年間動きますよ。オイル交換とかタイヤ交換とかしながら、まあ、ファンベルトも交換するかもしれませんけど。ということは10年間エネルギーの消費縮小、見込みなしですよ。答えこれぐらい簡単なんですよ。まあ、先々に作っていたその中古自動車も世界中で余ってるんですよ。まあ、買ってくれる人はいなくて。ずっと車が余りっぱなし。もともと車か家か、どちらか一つ。で、あとは自分とこの従業員にしっかりと、退職金ボーナスまで払っているのかどうか、住居手当、扶養手当まで。払ってもないのに、そのようなことをしてたんですかっていうことになりますから、これはもう馬主さんの人たちへのメッセージですね。まあ、テレビのニュースがフェイクニュースがたくさん混ざってますから、賞金額もどこからどこまで僕も本気にしていいのかっていうところがありますね。分かりやすく言うと、テニスの世界戦でエントリーしただけで750万の賞金。どう考えてもないでしょ。あったらあったでおかしいですし。他の人たちの取り分から、スポンサー料金を取ってますから。ということです。競馬会は競馬会でできることをしっかりとしましょう。以上です。そうじゃなかったら結局、結果は出ないと思いますよ。それをご理解してください。